はい、では始めます。皆さんこんばんは、レック専任講師弁理士の納富です。担当リサーチ徹底分析会ということで、レックが担当試験後からですね、実施した、リサーチの分析をですね、今回やるということで、ちょっと全体的に、私が、分析をして感じたこととで、そして具体的なちょっと問題で、今年のちょっとキーになったような問題をですね、具体的にちょっと一緒に見ていこうかなというふうに思っています。レジュメ、簡単なレジュメ用意させていただいたんですが、この分析表の見方なんですけども、一番左のところに、問題番号が書いてありますね。で、正答率の高い順に保育ごとの表になっています。ですから特日の一番正答率が高かったのは6番の問題 で 98.5% ですね。でその出題形式、穴と書いてるのは穴埋めですね。で択と書いてるのは誤詞択一の問題で、いって書いてるのはいくつあるか問題で、組って書いてるのは組み合わせ問題になりますね。でどこからの出題かということの出題テーマが書かれてあって、で右側にそのテーマの重要度ですね、単アドに、ベースはあるかと思うんですけども、ただ私の方でゴールデンウィークの道場なんかで15年分の過去も分析して品質度なんかを割り出しているので、そこをちょっと加味した上での重要度を書いてあります。で、備考欄には、ちょっとその優しい方なのかとか、ちょっと加えておきたい情報を書いてあって、で右側の講座っていうのはどの講座でその内容を教えたのかっていうことですね。入門講座で教えた内容からだったら入って書いてあって、で、私であれば担当基礎力完成講座ですけど、中上級の担当の講座も同じテキストを使ってますので、担当の講座ですね、単の場合はそうですね。でそれ見ていただくとですね、まずテーマのところで、ざっと見たところですね、審判なんかもパラパラ入ってきていて、品質度の審判って大体全体で10問前後はあるんですよね。4法の中の審判の問題って大体10問前後あるんですよ。で今年も審判の問題結構多かったわけなんですけども、択一の問題が割と今年は多かったので、審判だからといって、その極端に正答率が低いとかっていうのはあまりなかったですね。で特日の場合は、50% 以上の正答率がある問題が、14問あったんですね。つまり7割なんです。だから半分の方たちが解けた問題が、14問あったということですね。で、いくつあるか問題は特日は今回10問で、択一が6問で、穴埋めが1問、組み合わせが3問の20問だったので、いくつあるか問題割と多めだったんですけども、それでも正答率は 50% のものが7割あったという感じですね。で、まずちょっと特日からいきましょうか。で特日は穴埋め問題ってどういうテーマを選んでもボーナス問題なんで、大体落とすことがないかなという問題なんですけども、今年の問題は特にちょっと解きやすい穴埋めだったので、誰もがそこはこう解けた感触があったんじゃないかなと思いますね。で2番目に来ている問題が、全治拒絶査定副審判の問題で、問題番号は、10番になるんですね。でこの10番の問題は、2番目に正答率が高かったんですけど 92.2% あるんですよね。これでも2番目でも92、要は 90% 以上の正答率があって、全治でこれほどの正答率を誇るというのは、結構優しい方だったなというふうに思っています。でその後が中間処理とか拒絶理由の問題で、択一のものですよね。これは9番だったかな。でこれも 80% 以上の正答率がある問題だったんですけど、割とだからそのちょっと真ん中あたりになる 65.7 のところだけ書きましたけども、それよりも上っていうのは全部 70% 以上なので、結構特日はその審判とか訂正とか拒絶査定副審判のように
まあ、日頃であれば割と苦手だって言われる受験生の方が多いテーマでも取ってきたっていうことは、そのテーマの中では優しめの問題だったんじゃないかなというふうに感じています。で、右側にまあ講座を書いたのはですね、入門講座で教えたっていうことは、まあ、その基礎力のところですよね。基礎力のところがやっぱりきちんとできていれば取れたかなという問題なんですね。ただ特実は結構テーマでパカって分かれるところがあって、まあ、レックの入門講座を受けられた方は、ね、ご存知かと思うんですが、レックの入門講座は特実はたくさん、まあ、勉強しなきゃいけないことがあるので、割と入門講座と、短期層のところで役割分担がはっきりと分かれていて、入門講座では特許要件中間処理、まあ、あと実施権あたりですね、権利化後のところを中心としていて、相続雑則罰則が、まあ、ほぼないということと、で審判関係もさらっと、本当にさらっとで、そのあたりのところは、まあ、担当の講座の方で担保してるっていう役割分担がなされているので、なのでその難易度がどうこうとかっていう感じではなくて、まあ、入とか単とか書いてありますけど、実際まあ審判とかっていうのは入門であんまりやってないから担当の方だったっていうだけで、そんなに難しい問題だからっていうわけではないんですね。でそういう感じで今年はですね、出題がなされていました。でまあ、全体的に割と解きやすい問題だったのかなというふうに私は思っているんですけども、ちょっと具体的な問題を見ながらですね、お話をしたいと思います。まずトップバッターの1番目の問題ですね。この補正の問題だったんですけども、お手元にあるんでプロジェクター使わなくてもいいかな。お手元に、問題冊子あるかと思うんですが、1番目の問題、補正の問題だったんですね。でこの補正の問題は、基本的に全問が、条文のところの範囲で、その細かい、なんか出典がすごい細かいところから出てるっていうところは、基本的にはありませんでした、で実際ただこれは 53.4 の、正答率ということになると、そんなに高くないなっていうイメージなんですよね、で実際過去問15年分を分析したら15回出てるテーマですから、ある程度の方、ある程度の方が多分全員がですね、補正の問題はある程度手当てをしつつ、でそして、品質も高いんでね、ある程度手当てをしつつで、出題範囲もそんなに高くない、出題範囲もそんなに広くない、細かくない、であればですね、もうちょっと正答率があってもいいのかなと思うところ、実際はあんまりそうでもなかったっていうところが言えるかと思うんです。で一つの、要因としては、こういう超品質テーマっていうのはやっぱりいくつあるか問題で来る傾向にありまして、もう出るって分かってるからある程度皆さん準備するじゃないですか。例えば他にも同じような形のものとしては、15番の問題なんかは中間処理の問題なんですね。41条とか44条とか46条の2の問題なんですけど、それらもだいたい15年分の本試験を分析すれば15回出てるような、15回に近いぐらいは出てるような問題なんですけど、そういうものもいくつあるか問題で来ているんですね。で、1問目のところは組み合わせ問題ですけども、大体ちょっとその単なる択一ではなくて、少し組み合わせで少し難しくする、あるいは、いくつあるか問題でちょっと難易度を上げてくるっていうような問題が、やっぱりその品質の高いテーマほど予想しておかないといけないかなというところです。でそうすると、勉強として必要だったかなと思うレベルというのは、かなりやっぱりその、過去問なんかも揃ってるわけなので、その過去問の範囲で解けるってことはもちろんなんですけども、やっぱりその過去問ちょっとアレンジしたもの、条文をうまく組み合わせてきたものでテーマをちょっと関連のテーマも一緒に混ぜてくるもの、そういうものに関してもやっぱり対応ができるような準備が必要だったかなということなんです。例えばこの特実の1問目の問題だと、実際イの枝っていうのは補正のダイレクトな問題ではなくて、
実際拒絶理由とかね、そういったところも絡んできますし、5番目というか穂の枝ですかね。穂の枝は、相当の期間を指定して弁明記載した書面を提出する機会を与えなければいけないって書いてありますけど、これは要は却下の問題なので、そうすると17条の2の問題ではないんですよね。ですからその補正の問題なんだけども、やっぱりその補正違反が起こった時にじゃあどういう扱いになるかというと、例えば拒絶理由だったりするわけだし、その補正ができないものについては却下になったりとかするわけなので、勉強の仕方としては17条の2だけをやるとか、そういう築上的に点で勉強してるだけだと、確実性を求められるテーマだとやっぱりちょっときついところが出てくるので、なので関連するところも全部やっぱりこう総合的に一気にやっていかないと、こう1番目の問題なんかも、1番目の問題だけではないんですけども、一つの条文で5問一緒に出してくれるってことはまずあんまないんですよね。やっぱり隣り合う条文を組み合わせて出してきたりとかするので、17条の2は私やったんだけど、でも18条の、却下とか18条の2のところまでちょっと手が伸ばせなかったので、例えば最後の穂のところで間違えましたとか、そういうことにやっぱりなってしまいがちなんですね。ですからそんなに対してって言ったらあれですけども、テーマとしてはオーソドックスなんだけど、ただ出題のその仕方によってこうやって正答率を 50% 台まで下げてこれるっていうね、その試験員の腕というかですね、そういったところもやっぱりこう考えて対策をしていかないといけないのかなというところがありました。で、一方でですね、2問目の問題は、いくつあるか問題で、でかつですよ、かつ104条の3なんかが、意の枝で出てますよね。であと101条102条でちょっと最高裁があって105条みたいな感じなんですよね。で特にその一般の答練なんかでも、104条の3はそうでもないですけど、105条とか聞いた時にはちょっとそんなに正答率高くない、なんかその辺苦手なんですって言われる方も結構いらっしゃる中で、実際じゃあ正答率どうだったのっていうと 57.4 ということで、さっきの超品質の補正とそんなに変わらない正答率が、むしろ若干高いぐらいなんですよね。でだけどもこのあたりの条文っていうのは、一気にちょっと一塊にして、並んでるじゃないですか、条文がね、101条から105条まで並べて出してるので、逆に対策が立てられやすい、一緒に勉強してきたからこそ、苦手なテーマであるにもかかわらずある程度の正答率が取れたのかな。だから1と2っていうのは正答率変わらない、でも実際1番のテーマの方が超品質でメジャーだし、でしかも組み合わせ問題、一方で2の問題は受験生があまり好きじゃないところだし、でしかもいくつあるか問題、それなのに若干正答率が高いぐらいというのは、やっぱりその枝によってそのどの条文から出すかということで、一つのその隣り合うぐらいの条文から出しているのか、それともちょっと離れた条文も混ぜているのかということで、難易度のところを調整してきたのかなと。だから両方とも結果としては全然違う感じで出しているんだけども、同じ正答率ぐらいできたのかなと思っています。ですからやっぱりその条文っていうのをある程度のレベルまで、もちろんその本当に初学者の方は築上でやらないと、その後ろの方に出てくる条文がいくら絡むからといって、例えば肉の2の勉強するときにいきなり41条も説明するってことはできないので、一通りやっぱり全体でやった点で勉強した上での面での攻略になるんですけど、ある程度やっぱり築上でやった上で、今度はその出題の範囲ということを考えて、補正だったら補正だけじゃなくて、じゃあそれ違反になった時にどうなるの、ね、でその補正ができない場合だったらどうなるので、補正の内容でも形式的な補正なのか、方式補正なのか、実態補正なのかとか、そういうことも含めて、その扱いの違いなんかも含めて一緒にやっていくというところが、今の本試の攻略としてはすごく大事なことなのかなというふうに考えています。今回はなので、私がいろいろ正答率と、で出題の形式と、で出題範囲といろいろ分析したんですけども、やはりその一つの条文から5枝っていうのがほとんどなかったので、
そういう意味でやっぱりその今までのねその補正の問題だったら17条の以下出るみたいな前提で勉強するっていうのは、まあ、今後はちょっと避けた方がいいのかなというふうに考えています。で、次にですね、ちょっと私のその手元の分析資料なのでお配りはできないしちょっとパッと見せるだけなんですけど、これねピンクでちょっとマーカー引いてるところ、これがまあ、ここまでが、4法なんですけど、下の方にちょっとピンクが固まってるの分かりますかね。上になるほどちょっと少ないんですよね。でこれこう縦に枝別なんですけど、これピンクのマークって何かというと論文のネタになりそうな枝なんですよ。論文の勉強していく中で、まあ論文の勉強をしていればできただろうし、で逆にその条文だけで出るんじゃなくて事例化して出されやすいものですね、だからさっきの一番の問題なんかも、例えば炉の枝と葉の枝に私はピンクをつけてるんですけど、炉の枝と葉の枝は実際まあ担当だけではなくて論文でもまあこういうストーリーにすることがあるんですよね。実際まあ当連なんかでも実績がありますし、まあ、これから私たちが問題作る上で、まあこれちょっとネタにしようかなとできるような問題なんですよ。であと同じようにあるのが、例えば、9番の問題ちょっと見ていただくと、審査特許要件の問題なんですね、でこの9番の問題の、3,4,5の枝が、まあ、そういう形で私マークをつけてるんですが、3,4,5 の枝は、まあ、もうパッと見だけでも色とか E とか葉とか主眼 A とか B とか出てきてるように、まあ、事例化して出されてるじゃないですか。ですからその条文 の要件を、例えば、まあ、極端な話条文を暗唱してるだけではなかなかちょっと難しいかなと。ちゃんと処理ができるっていうことは真に理解をして、で処理能力がないとダメなわけですけども、そういうこう処理系の問題ですよね。そういったようなところも実際出されています。でも特許がちょっと少なかったかなというイメージですね、私からすると。あともう一つ15番の問題もそうなんですけどね、15番目の問題もちょっとこう論文的な要素が強い問題で、15番目の問題は、ローハー2法4つですね。これがちょっと論文のネタになりそうな、論文で実際、まあ、場面としてあるようなものなんです。でよく受験生の方も言われるんですけど、論文の勉強してれば、例えばその累積的主張ってあるじゃないですか、41条2項の括弧書きにある累積的主張、今回も出てましたよね、累積的主張の問題がね、どこだったかな、9番の問題の4の枝がそうだったんですけど、累積的主張の問題が出てるんですよね。でこういう15番の今言った炉から、炉じゃない、そうですね、炉から穂の問題もそうだし、でその累積的主張の9番の問題もそうなんですけども、なんとなく条文を読んだだけだとちょっとイメージしづらいんだけども、でも実際論文でこういうこうちょっと事例化して「い」とか「ろ」とか「は」とか出てくることによって、あこういう意味をしている条文なんだなっていう意味が理解できたりとかするので、その論文の勉強をすることが担当の勉強につながるっていうことがあるんですけども。今回ですね、まあ、特実はそんなにそれが目立たなかったです。補正の問題と実際その中間処理の9番の問題とで15番の、まあ、またこれも中間処理の問題ですけど、これぐらいだったんですね。論文の問題をしてたら、まあ、解けただろうねと思うものが。で一方で、意匠商標のところに、まあ、私このピンクのマークがすごいついてるんですよ。特にまあ意匠のところにこうやってピンクのマークがすごい集中してるんですけど、意匠とかこう商標でももうパラパラとこういうとこあるんですよね。でこれは何を示してるかというと、意匠商標の問題の方が実際その論文のその論文的な要素が実際あったかな、条文通りじゃなくてちょっと事例化したような問題、例えば意匠法の1番の問題なんかも、これまあよく出る問題ですけどね、法上の意匠に該当するもの、こういうふうに具体化された時にちょっとよく分からなくなるっていう方は結構いらっしゃる、
で五子択一だったから今回良かったかもしれないんですけども、そうじゃなかったらもうちょっと正答率は低くなったかな。でよく出るテーマだし五子択一なのに実は 61.2% なんですよね。これ一生法の問題、一番の問題、そんなに高くないイメージですね。でもっと私が、それを感じたのは、一生法の問題の、後ろの方になるんですけど、9番の問題ですね。9番 の実施に該当しないものはいくつあるかっていうこの問題なんですよね。でこれは一生法の問題の中で最も正答率が低かった問題で 39.2% なんです、正答率、うん、で実際難しいですよね。ちょっと難しかったかなと思うんですけど、ちょっとこんがらがるようなところもあるしね、実施に該当しないものはいくつあるかっていうこと でしかも実施に該当しないものっていうことなんで、例えばちょっと引っかかりやすいかなと思うのは穂の枝だったりとか、二の枝は羽だから大丈夫かなと思ったりもするんだけども、そういった穂の枝ですね、穂の枝なんかはね羽だ、だったら大丈夫かなと思ったりもするんだけども、ちょっとややこしいですよね。ハンデそのまま聞いてるのかな、そうじゃないのかなとかっていうのもあるし、で特許と一緒と考えていいのかなっていう意の枝だったりとか、そういうのもあるので、なのでそのちょっとその難しい要素が重なったっていうのもあるんですけど、こういうふうに具体的にされた時に分からなくなるっていうところはやっぱり事例に当たったり、具体的なイメージがつくようなそういう論文の問題に当たったりすることで本来は解消ができるはず。でもやっぱりそこができてないと9番の問題落としがちなのかなというところがありました、あとはもうダイレクトにはもう本当にこれはあるあるだなと思うのは3番の問題ですね。3乗の2の問題、非常に複雑でしたよね。私なんかはやっぱり速報会を担当すると誤りが許されないので、そうするともうかなり慎重に解くんですけど、今回はちょっとマーカーを引いたりとかして解きました。間違いがあってはいけないと思って、それぐらいちょっと複雑だったなという印象でした、でこういうものをやっぱり正確に読んでいく、しかもある程度の時間はかかって構わないんだけど、でも他の問題にドーンと侵食するぐらいの時間のかけ方っていうのはやっぱり良くないので、ある程度の処理スピードで解いていく力もこの問題だったら必要だったのかなというところですよね、でこれも60% 台ぐらいなんですね。これ択一の問題なんだけども 60% 台だからそんなに高くないイメージですね。三女の日って15年分の15回出てるテーマですから、絶対出るよって、私もずっと三女の日は絶対出るよって言い切れるぐらいのね頻度だったんですけども、それで皆さんが絶対準備してきてるはず、それでもやっぱり実際は 60% ちょっとぐらいの方しか取れてない。それはじゃあ何に難しさがあるのかっていうと、少しやっぱりその複雑化した問題だったりとか、少しジュネーブ絡んだっていうのもあるかもしれませんけども、でも五子択一だからそこが分からなくても、実際5番が分かれば5が丸なので5が分かれば解けたのになっていうところで、そういうちょっと論文的な要素っていうものを取り入れていただいたらよかったのかなというふうに思っていますね。あとはもう典型的なものですけども、6番7番もよく論文で取り上げるテーマからですよね。9条とか10条の宣願主義のところ、2問も同じような感じで来るっていうのはちょっと予想外ではあったんですけども、どちらも同じような感じで来ていました。で今年の本誌ちょっと全体的な印象で、さっき申し上げなかったんだけども、特筆でもですね、例えば9番の問題の1の枝、ちょっと特筆の9番の問題の1の枝、ちょっと前後してごめんなさいね。この9番の問題の1の枝っていうのは48条の7の問題なんですけど、題としては1番の問題の意の枝と同じ条文からの出題なんですよね。だから1の意と9番の、1の問題っていうのは同じ条文からの出題で、こんなところを2回こうやって枝違い、番号、大問違いで出してくるっていうのはちょっと珍しいなと思ってるぐらいなんですけど、そういうふうにちょっと繰り返しなんか同じところが聞かれてるっていうのがパラパラ見られたんです。例えば他にもですね、
特実の15番目の問題の、2の枝、うん、これは、9番の3の枝、9番の問題の3の枝と同じ種子なんですね。同じ台の問題です。つまり29条の2と分割や変更や46条の2とのコラボの問題です。 肉の2の他の特許巣に、分割や変更や46条の2の巣が当たった時には訴求しないですよね、うん、それは大丈夫ですかね。そういうところを聞いている問題で、大問違いで2つ同じような題で聞いてきているっていうところがあって、あ、2回来てるんだなっていうような、ちょっとこうしつこい印象を私は解いた時に思ったんですね。1回聞けばいいかなって普通は思うので、うん、ちょっとしつこいイメージを持ちました。で、そうやって解いてると今度は一生のところで6番と7番の問題っていうのは違うように見えますけど、でも実際根拠条文を書くと両方とも9条と10条が上がってくる問題なんですよね。6番と7番の問題って、つまり同じテーマから大問2つも出してきてるっていうことが言えるので、まあそういう意味でもなんとなくその狭い範囲から結構突っ込んできてるなっていう感じがしたんです。で、しかもそれはマイナーなテーマではなくて、超品質マターから結構、まあ、手を変え品を変え、聞き方こそ違え、同じ論点で攻めてくるという。だからもしかしたら9条や10条が苦手だったら2点落としてるかもしれないですね、6と7で。で、さっきのその特実の15番と9との関係でも、15番いくつあるかでしょ。で、9は択一なんですけど、15番いくつあるかってことは、まあ、1つでもちょっと分からなければ1つ落としてしまうってこともあるので、そういう意味で、まあ、ちょっとやられてしまった感はあるのかなという感じがしました。ですから今回ですね、割とベーシック生でも高得点を取っている人がいる一方で、割と普段模試の点数や当連の点数で割とこう点数が、まあ、見えてた人、私から見てもまあまあ中上級者だなと思ってたような方が基本的な問題で落としてしまったっていうようなね、こう反省を聞かれるんですよね。で、それっていうのはやっぱりその逆に浅く広くいろんなことを知ってるのかもしれないんだけど、超品質のマターなんだけども、こうやってそのちょっと関連する条文と一緒に聞いたりとか、事例化をちょっと複雑にして問題文を長くしたりとか、そのテーマ自体はそんなにマイナーじゃなくても、その作り方によってやっぱりこの、ね、弱さが見えてしまうっていうところが今年の問題の、まあ、一つ難しかったところなのかなというふうに思ってます。だから総じて多分どの先生も今年はね、今までに比べてちょっと優しかったとか、商標以外は素直な問題だったとか、そういうことを結構言われると思うんですけど、私はそれ人によると思っていて、うん、その弱点がね、その浅く広くある程度勉強してていってもですね、その一つのテーマに絞って掘り下げられた時に、ちょっとしつこく来られた時に弱さを見せるタイプの方もいらっしゃるので、そうすると力があってもちょっと足すくわれた感はあるのかなというふうに今回の試験を見ています。で、一方で本当にそのベーシック生ね、初学者の方でいろんなことを全然知りません、審査基準もあんまり知りません、だから商標はもうギリギリでした、商標は審査基準審判便欄からの出題が結構あったので、その辺知らないことが出てボロボロでした、うん、で、なんだけども、例えば特実とかこの衣装のところなんかは割とそのベーシックなテーマから来ているので、まあ、そういう基礎力はあったがために結構点数を伸ばしてきた、そういう方がいるんですよね。なので、まあ、今回のちょっと難しさっていうところはその深さの部分、硬さの部分だったのかなというふうに感じています。で、今ちょっと話を出したんですけども、商標が今年はすごく難しかったというか、まあ、受験生の方にとって悩ましかったようで、分析表を見ていただくと、商標は最後の5つ目でも 48.5 で 50% 切っているんですよね。だから 50% 以上の正答率がある問題ってたった4問しかなかったんです。大体一般論ですけど、ボーダーが36点の時代は正答率が 50% 以上ある問題だけで大体ボーダーを超えられるってよく言われてきたんです。
で、まあ、ボーダーが多少、まあ、今はね、もうあの36点の時代ではなくてもう39点の時代ですから、まあ、それが年によってやっぱり 40% 以上取らなきゃいけなかったら 45% だったり、まあ、年によってそれは多少違いますけども、だけどもまあ私たちは大体少なくともやっぱり半分以上の方が解ける問題を確実に解いていくっていうことをあのまあ基本的に考えてますので、そうした時にじゃあたった4問ってギリギリですよね、あのいわゆる足切りボーダーに、うん、だからちょっとまあ切る 48.5 も載せたんですけどもね。で見てみると意外や意外なんですよね。マドプロの特例がトップなんですよ、うん、でまあ、手薄になりそうな罰則がまあギリギリ5位に入ってきていたりとかしてるんですよね。で今回私の中では一番サプライズだったのは一番の法目的の問題だったんですけども、これは実際はそんなに難しくないはずなんですよね、条文通りだったので。でも実際じゃあ、ね、みんな答えられてるかというとそうでもなくて、実際正答率を見ると 52.1ということだから、まあ、半分くらいの人しか逆にこういう問題でも解けてないっていうところがある。でも皆さんが予想されてきた3乗4乗の問題っていうのがもっとだから逆に言うと低いわけなんですよね、うん、だから今回は商標はじゃあなんでそんなに低くなってしまったのっていうと、やっぱり出典のところを細かくしてます、他の法域と違って。実際あの一番低かった問題っていうのが商標法だと26.7% のいくつあるか問題、商標法5番目の問題ですね。ちょっと開けてみましょうか。でこれ多分難しかったのは糸葉の枝が、またこれ繰り返ししつこく同じ台の問題なんですけど、糸の枝が商標登録の無効審判は利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は審判請求時を基準に判断される。で葉の枝、商標登録の無効審判において当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有していても、請求人適格の判断時において、当該、登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても、使用していないものは利害関係人とは言えない。でこれ、商標法のですね5番目の問題っていうのは実際両方ともまあ審判便欄の同じあの付近の箇所のところからの出題ですごく細かいんですよね。全あの4本の中で全部 の枝を分析してもここが一番出題としては細かい問題だったので、これはちょっと付き合いきれなかったかなというのが正直なところです。これはもう落としても仕方なかったかな。誤試卓一だったらあのまだしもいくつあるかでこういう糸か葉の枝を混ぜてきたっていうのはすごく難しかったかなというふうに思うんですね。でまあ、審判の問題なのである程度まあ勉強していてもこういうことがあるから、勉強していたもので点数が取れなかったというのが商標で、だからまあ平均点を下げてしまったのかなというふうに思っています。だからこれはまあちょっと致し方ないと思ってるんですね、私の中では。でも一方でですね、正答率は低いんだけどでもやっぱり取ってほしいよねって思うのが8番とか9番なんですよ。いやまあもっと言うと7番からなんですけどね。7、8、9の問題はちょっと残念だったかな。正答率をもうちょっと高くやっぱり私たちは指導したしないといけないかなっていうふうに思っていて、7番の問題はこれ、まあ、まさしくこれもあの衣装の1番の問題と同じように条文だけを暗唱しててもイメージがつかないと、具体的にどういうことをしようというのかとかそういうことがイメージがつかないと多分解けない問題だったんですけど、そこがイメージを、まあ、あのつけていればこれが違う事例になったとしても解けるはずの問題で、計算がつくはずの問題だったんですよね、うん、だからちゃんと理解していればあの点数が取れる問題っていうのは、それが問題がちょっと違ったとしても多分正解できるっていう形になりますから、まあ、自分の中であ1点っていう予定がつくタイプの問題だったはずなんですよ、うん、でもですね、そうでもなかったんですね。実際まあ半分ぐらいの人しか答えられてない 51.7 なんですね。で8番目の問題はもっとなんですけど、8番目の問題は実は 39.2% しかなくて、いくつあるか問題だと言ってもそんなに難しくないはずだったんですよね。実際まあ、あのアドバンスとかの範囲を超えてるわけではないので、
まあ、井の小僧寿司に関しては特に有名なものだし、で、歯の、歯じゃない、歯ですね、歯のエマックスは去年の論文本誌で、まあ、類似の問題が出てますから、まあ普通だったら当たってるだろうと。で、炉の枝はこれはもう特許との違いで明確にされなければいけないところ、つまり使用量相当額ではなくて損失相当額ですよね、金銭的請求権の額で。2の枝もこれ聞き方は違いますけど、でも台としては超メジャー級の、いわゆるその差し止めの時のその付帯請求というのは付帯請求だから、付帯の部分だけでは請求ができないよっていうところを聞いてるわけですよね。で、本のところはもう条文通りの33条の2のところなので、もうちょっといけたはずなのになっていう、ちょっと8番の枝が 39.2 っていうのは私としてもなんかちょっと、まあ、今後のねこの担当の指導の中に生かさなければいけないちょっと課題が残った問題なんですよね。もうちょっとできててほしいなと思ってるからです。で、9番の問題に至っては、確かに9番の問題っていうのは審査基準とか、まあ、そういうところの、ね、問題なのかなっていうふうにパッと見なんとなく思ったんですけど、実はそうでもなくて、でしかも4条って絶対やってるはずだから、これもテーマとしては品質だったんだけど、でも実際ちょっと掘り下げた系の問題だったんですよね。特にその結合商標の類比判断ですね、4の枝とかなんかはそうですよね。ちょっと論文の勉強してればなんてことなかったんでしょうけど、でも実際じゃあ条文から読めるかっていうとやっぱりそうではないので、そういうちょっと理解的な要素の強い問題でしたよね。だからその全体的に見て私が今回の担当の問題で思ったのは、知識の広さっていうものが必要だったのは商標のさっき言った審判倫覧の問題のみで、知識の広さよりもむしろ主要なテーマなんだけど難しくしてきた時にも対応ができる力っていうものが必要だったのかなと思っています。ですから、まあ、この、ね、傾向が来年もじゃあこのまんまなのかっていうとそうではないところもありますから、もちろんある程度の広さっていうものも備えつつも、でもやっぱり今回の問題のように結構複雑な処理の問題が出された時にもちゃんと処理ができる3条の2だってあったり、特許でもその補正の問題で17条の2だけではなくて、それがじゃあ違反した時にどうなるのかっていうところも終える点の勉強ではなくて面の勉強だったりとか、そういうところがやっぱり中上級者ですね、一回やっぱり試験を経験した一通り勉強された皆さんに、まあ、この1年で備えていただきたい力かなというふうに思っています。まあ、中上級の勉強っていうのはやっぱりすごく進め方難しいんですよね。ある程度やっぱり勉強してきてますから知識の、まあ、ところにやっぱりムラがあるわけですよ。できることもやっぱり皆さんもいっぱいあると思うから、できることとでやっぱりできないことがある。でも自分ができると思っててもある程度 その深さまで聞かれた時にはできなくなるところもあって、今回もしかしたら皆さんは自分の中では、ね、丸になった枝でも実はそれがちょっとじゃあもうちょっと複雑化された時にできなくなるかもしれないし、そういう潜在的なちょっとこう不理解だったりミスだったりするものも抱えながらの、まあ、次の試験に向かっていかなければいけないので、そういう難しさがやっぱりその次の年っていうものは覚悟しなければいけないところなんですね。ですから今回のその結果で例えばまあご自身で分析されたときに、表面的になんとなく商標だけがなんか点数が悪くて、ね、特実は7割超えたんですっていう方もいらっしゃると思うんだけども、だからといってじゃあ商標をすごく強化でいいかっていうと、やっぱりそういたちごっこになって、じゃあ来年今度特実が例えば足すがれてしまうってこともあるので、そういうその表面的な部分だけではなくて、やっぱりそのちゃんと真に理解しているのかっていうところも確認しながらのやっぱり1年にしていただきたいかなというふうに思っています。で、最後にその下三方の方なんですけども、下三方は今年は下三方での足切りがおそらく少ないんじゃないかなというふうに思っています。で、条約はまあ予定通りの特例も含めた、PCT5 問、PCT 関連ですけど5問ですよね。で、トリプスパリが2問ずつで、ジュネーブが1問っていう形でした。で、結果として、まあ、レジュメちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、ジュネーブがトップなんですよね、正答率。うん、本来で言うとテーマ的にはなんか嫌な印象を結構持つと思うんですけど、でももう本当に難易度としては優しかったかなというのが6番の問題で、
でその後、まあ予備審査が来てますよね。でこれは絶対出るテーマですよね。 PCT の中でも予備審査請求というのは絶対出るテーマでしょ。でやっぱり皆さんも怖さがあるからある程度勉強してきてる、そして卓越だったっていうところが相まっての正答率なのかなと思ってますが、私がやっぱり今回評価してもいいんじゃないかなと、ね、受験生の皆さんよく頑張ったかなと思ってるのは、簡単だったとはいえどもトリップスから結構正答率が高い数字を出してるってことですね。でトリップスと私PCT って結構ね怖いっていう気持ちすごい分かるんですけど、トリップスとパリっていうのはある程度やったら結構裏切らないんですよ。ちゃんと理解してるかどうかってとこが出る条約なので、だからやっぱり目処がつくんですよね。点数に予定が立つんですよ、トリップスとパリってある程度やると、だから、まあ、来年の試験に向けて、まあ、条約をちょっとね前倒しに長期戦で少しずつやると。でその長期で攻略していくのはやっぱトリプスとパリを早めにやっぱり攻略し、で PCT のやっぱり、ね、出るところっていうのはもう今回も移行とか予備審査のところが超品質のところから出てますけど、 PCT はやっぱり規則からも出るし細かい覚えなきゃいけないこともあるので、それも比較的ね後ろで構わないので、それ以外の目処がつく条約をやっぱり早めにやっておくっていうことが条約の攻略としては大事なのかなというふうに思ってます。で府庁はちょっと異常なほど高かったです。全部が 60% 以上の正答率で異常な感じですけど、でももう出題のなんか仕方が間違えさせる気がないなっていう感じがしましたよね。この6番の問題なんかはちょっと最後の 69.1% なんですけど、著作物の問題でこれがまだ一番低いぐらいなんですけど、でもよく私講義の中でも言ってますけどね、問題文の中にやっぱり誘導があるんですよ、府庁って。必ずなんでかっていうと、最も適切とか最も不適切ってことはやっぱり白黒はっきりつきにくい問題だからこそ、グレーの中でより黒いかグレーの中でより白いか選んでいくじゃないですか。そうすると皆さんに対してやっぱね誘導かかる問題が必ず入ってるんですよ。1の枝例えばありふれたって入ってるでしょ。単なる交通標語じゃなくてありふれたって書いてるでしょ。で入力しただけのですよね、2番目で、3番目は過ぎないって書いてるでしょ。で4番もありふれたで、5番は、名作を選んで配列した。逆に言うと、まあ、あんまりそういうのがないんですけども、編集著作物なんでね。でこの辺だけで見てももう分かるように、ありふれたっていうものがなければ交通標語っていうのは、まあ、保護されたりしなかったりするわけなので、これがあることによってああ×なんだ、ああ丸なんだなっていうふうに、まあ、されないんだなっていうふうに切っていけたりとかする、そういうちょっと誘導がすごく強くて、それもあって多分、まあ、正答率が高かったのかなと思うんですけど、まあ、若干ちょっと難易度上がるでしょうと思ってますけどね、来年は。だけども、まあ、そんなには変わらないかな、択一でいくだろうし、そんなには変わらないかなと思ってます。で、出題範囲の狭さの話をちょっと先ほど言いましたけども、実際具体的な枝について3ページ以降のところに書いてあるので、まあ、ご自身で1回、ね、見てもらったらいいかなと思うんですが、判例からの出題がちょっと少なかったですね。全部で5枝ですね。で青本の解釈を知らないと解けなかった問題も6枝に、まあ穴埋めを1枝と換算すれば6枝で、審査基準審判ビンナーは特許はなくて、衣装商標で、まあ、今書いてある衣装で1枝で、商標で、2467枝ですね。だからまあ商標が一番難しかったっていう感じで、出典を細かくしただけなんですね、商標の難しさっていうのは。であと本試験内容の出題やレベルから見る対策講座の役割って書いてるように、ニューとかタンとかっていうふうに書いてますから、それで自分がどのレベルの問題、どこで教えてもらった問題を間違えたのかってことを、まあ、ちょっとチェックしてもらったら、あと1年間どのあたりから復習をすべきなのかっていうことが分かると思うんですね。で例えば特実だと、入門では相続雑則罰則料金関係をほとんど行わないと、逆に特許要件や中間処理、権利化後の実施権関係なんかは入門でほぼやりますから、短期層なんかでは繰り返しに過ぎないんですね。で審判訴訟は入門では流れだけで、基本担当講座で中身を詰めていきますから、そこで点数が取れないんであれば、まあ、その短期層なり中上級の担当の講座の
部分から復習はしなければいけないんですね。で、衣装なんかは全部が入門講座で提供している情報からの出題でしたから、衣装ができなかったんだったらやっぱ入門講座からの復習、それぐらいのレベルからの復習を予定した方がいいかなと思います、うん、で、商標は論文テーマですね。あと、まあ、あの仕様やあの商品からのテーマなんかは入門の内容が大事で、で、3条や4条記載要件に関しては審査基準からの出題が出てきますから、そうするともう担当の講座の方で手当てをするべきですね。で、条約はもうあの基本入門ではほとんど触りですから、条約がもう本当に強化しなきゃいけないんだったら、まあ2年目中上級の担当の講座がフィットするでしょうということで、扶助に関してはあの不正競争防止法に関しては入門での濃さと担当講座での濃さはほぼ同じなので、うん、あまり変わりがありません。で、著作権法は、入門から担当の講座の段階的な対応をすることが必要で、入門だけではちょっとあの物足りないかなというところがありますね。要は制限規定なんかがあるので、ですから一応まあその皆さんが今後この結果を踏まえてどう復習していくのか、どこからやるべきなのかってことの目安になるように、あのどの講座であの教えた問題なのかってことを書いておきましたから、それをもとにどのね、あの問題を間違えたのかで自分がどこからの復習をすべきなのかっていうことの、あのまあメルクマールにしていただければいいかなと思います。はい、じゃあ私の方からはこれで以上になります。担当の対策っていうのは まあ、ある程度短期戦でやっても点数は出るものなんですけど、だけどもやっぱりそのさっき言ったように2年目、まあ、2年目3年目その1回試験を経験した場合の対策の方が実は難しかったりするので、例えば、ね、2年目自分は1年目と同じぐらいやったつもり、もっとやったつもりなのに点数が変わらなかったとか、若干点数落ちてしまったっていうこともこの受験ではあるあるなんですよね、うん、ですからそういうちょっと次の中上級だからこそちょっとその対策の難しさなんかがあるので、まあ、そういったところをですね私も今年からですね担当の中上級の講座なんかもさせていただくので一緒に対策をさせていただければなというふうに思っています。はい、では今日はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。